これ何？あ、見るだけ？あ、誰かがこれビデオで投稿してるわけか。そういうことか。でもこれできるんでしょ？あ、できますね。うん、ゲームシステムはやっぱほとんど見た感じは同じですよね。ただ、あれですよ。世界観が違うだけなんで、基本ゲームシステムはそんな変わらないですね。世界観とキャラが違うだけっていうふうに思って。まあいろんなバリエーション楽しめるからいいですけどね。これはこれで。まあ僕 2D シューティング好きですから、こういろんなバリエーションが楽しめるならいいと思いますね。基本ボムは同じですもんね。だから全部で入賞作品が110本遊べるってことか。あのスタッフが作った材料を含めなければ109本ってことか。109本楽しめると。で、このね、デザイモンプラスの大王と、あの、スーパーミコン版でやった大王は同じゲームらしいんですよね。だから、道理で似てるわけですけどね。こう似てるなって言いながらやってたと思うんですけど、似てるどころか同じゲームだったという。ちょっとこうね、PS 版の方が少しアレンジとかパワーアップしてるみたいですけど、でもあんまり分かんなかったですね、見た目、違いが。でもこれ裏技でスーファミ版もできるみたいですけどね。デザインも。スーファミ版のデザインもね、裏技でプレイできるらしいんですけど、まあ十分ですよね。この PS 版のデザインもんで十分ですけど、でわざわざ PS 版、裏技でスーファミ版やらなくてもね、これで十分だと思いますけど。これがボムなんですね。このレーザーみたいなのが。ボスやね。ボム使っちゃおうか全部。今日ゲームオーバーになったら終わりなんで。あ、でも一面クリアできました。ちょっとね、100本全部見てみたいですよね。だからゲームオーバーになったら終わりって感じでやっていけば、100本全部やるのはやろうと思ったらできるかなとは思いますね。クリアするまでやってたら大変なんで、これ誘導みたいな感じやな、ちょっとした。なんか中にはね、プロになったゲームクリエイターが作った作品もあるらしいんで、はい、それもなんか気になるとこですけどね。これある程度パワーアップしてたら、当たっても、一発ぐらい当たっても大丈夫らしいですね。そこはスターソルジャーのシステムと、スターソルジャーシリーズのシステムに近いというか、スーパースターソルジャーとかね、ソルジャーブレードとかファイナルソルジャーは、パワーアップが強ければ、一発ぐらい食らっても死なないというのは一緒なんでね、それと。ああ、やられた。あ、ゲームはですね。はい。一面クリアできたから、まあ、いいでしょう。はい。はい。